アレクサンドル・ペチェルスキー、アレクサンドル・ワローノヴィチ・ペチェルスキーは、ソビエト連邦の赤軍軍人である。ナチス・ドイツの捕虜となり、ソビボル強制収容所へ送られたが、1943年10月に、ソビボルでの囚人の大脱走を指導した。通称、サーシャ。1909年、当時ロシア帝国領だった、ウクライナのクレメンチュークに、 ユダヤ人弁護士の息子として生まれる。第二次世界大戦開戦前まで妻と娘一人と共にロストフなどぬで暮らし、墓紀の仕事をしていた。独ソ戦の開戦により、赤軍に徴兵され、前線に送られた。赤軍内では、注意階級の受品係将校だった。部屋島近くで、ドイツ軍の捕虜となり捕虜収容所に送られる。四回脱走を試みたが、 すべて失敗に終わった。ボリソフにあった懲罰収容所へ送られた。ここで裸にされた際に滑稽が施されていることからユダヤ人であることを気づかれた。ユダヤ人絶滅計画を取り仕切る SS の管理下へと移されることとなり、ミンスクにある親衛隊の強制労働収容所へ送られた。ここにはユダヤ人ソ連兵捕虜やミンスク月頭から連れてこられた。 ユダヤ人などが集められていた。ここにいた、昇降級捕虜は、ペチェルスキーを含めて二人だけだった。もう一人の昇降捕虜は、階級が少佐だったが、人気な性格の人物だったので結局、ペチェルスキーが、捕虜囚人たちのリーダー的存在となっていく。ペチェルスキーら捕虜囚人たちは1943年9月27日に、ソビボル強制収容所に送られた。 彼らはガス室の存在する区画においてゾンダーコマンドとして働いた。同時に脱走計画を立てていた労働囚人のレオン・フェルト・ヘンドラーらともに脱走計画を練った。SS 監視を全員殺害して正面ゲートから悠然と脱走する計画であった。ペチェルスキーらは所長フランツ・ライヒライトナー SS 隊員とその片腕グスタフ・アーグナー SS 総長が 収容所を離れていた1943年10月14日に、この脱走計画を実行に移した。副所長のヨハン・ニーマに SS 尉いじめ監視の SS 隊員たちを一人ずつおびき寄せて、ナイフで殺害していったが、11人殺害したところで、SS にバレてしまった。ペチェルスキーは、急遽生き残っている囚人たちの前で自由を求める、演説を行い、 600人の囚人たちが大脱走を試みた。SS 隊員の銃撃と収容所の周囲に設置されていた地雷原により、囚人たちも次々と死亡したが、300人が収容所から逃げることに成功した。しかしその後多くの者が SS に捕まって処刑されたため、戦後を迎えることができたのはわずか50人程度であった。ペチェルスキーは脱走後ソ連のパルチザン部隊と、 交流することに成功し、ペチェルスキーも部隊に加わってナチスへのゲリラ活動を行った。この活動の際に足を負傷した。戦後ソ連へ戻ったが、ナチスの捕虜になっていた時期のあるペチェルスキーは、外患罪により、ソ連の秘密警察、NKVD に逮捕され、今度はソビエトの強制収容所へと送られた。しかしソビブル強制収容所での彼の活動が、 西側で知られるようになり、ペチェルスキーを逮捕したソ連に抗議が殺到した。そのため NKVD は、急遽、ペチェルスキーを釈放している。1990年に、ロストフなどぬで死去した。イギリスユーゴスラビア合作の長編映画、脱走戦線そび棒からの脱出では、ルトガー・ハウアーがペチェルスキーを演じた。ロシア映画、ヒトラーと戦った22日間では、 コンスタンチン・ハベンスキーがペチェルスキーを演じた。ABCDEFGH アレトップ306、AB アレトップ307。ありがとうございます。